にちは、うさぎノートです。いつも YouTube や Instagram を見ていただいてありがとうございます。イラストペーパーを使った手帳デコなどいつも楽しく見せていただいてます。今回はもうすぐバレンタインなので、バレンタインをイメージしたイラストを描いてみました。バレンタインのデコやチョコレートに添えるメッセージカードにもすぐ使えるようなイラストになってます。では早速紹介していこうと思います。今回のイラストペーパーです。全体的に落ち着いた色でアンティークっぽく仕上げてみました。今回は2月の数字とバレンタインの文字、チョコのスイーツ、ハート柄のケーキ、ガトーショコラ、ハートっぽく見えるパイのパルミエ、飾り枠、このまま切って使えるカカオのタグっぽいカードにしてみました。こちらが水彩の絵で描いたチェック柄のハートです。このまま切ってデコやラッピングにも使えます。と、この可愛いウサ耳の女の子は花ちゃんです。この手作りの可愛い耳ボンボンというボンネットをかぶってます。とても可愛らしいです。あとはクマちゃんとバレンタインのイメージでバラを描いてみました。どうでしょうか。バレンタインに使えそうなイラストはありましたか。今回こちらが A4 サイズです。小さい手帳を使っている方が最近多いようなので、この A4 サイズに2つ同じものをしたものを今回は作ってみました。それぞれコンビニプリントで、セブンイレブンさんではこれを B5 サイズで印刷できます。 B5 で印刷したものがこのサイズです。この順でちっちゃくなります。とこちらをさらに B5 サイズで印刷したものがこのようになります。とても小さくて、ちっちゃな絵が好きな方や小さい手帳の方にはいいかなと思います。わかりにくいので写真でインスタグラムでも紹介したいと思います。プリントのサイズを説明したいと思います。こちらがほぼ日手帳オリジナルの大きさです。こちらが4サイズの比較です。こういう感じで4つサイズになります。この一番 A4 というのがこのまま印刷したもので、これを B5 サイズで印刷したものがこの2番目に大きいこのサイズになります。そしてこの2枚セットを半分に切ったものがこの A5 サイズになります。さらにこの A4 を小さく印刷したものがこの B6 サイズになります。とてもちっちゃいです。小さい手帳の方やバーチカルとかで使われる方はこれぐらいのサイズでもいいかなと思います。ちなみにこっちが A4 サイズでデコしたものです。こちらが並べて貼ったものです。この順で小さくなります。お好みで選んでください。このサイズの手帳で
貼ったものがこの一番小さな A6 サイズになります。ちっちゃくて可愛らしいです。こういう感じです。これはお好みに合わせて印刷してみてください。こちらは今私が使っているサニー手帳です。こちらは A5 サイズのイラストペーパーを貼ってみました。ちょっと100均のこういうシール、丸シールやこうキラッと光るシールなので少し組み合わせてあげると可愛いと思います。今回チェリアでバレンタインの箱を買ってきました。毎年手作りをするので箱を見に行きますが、いつもとても可愛いものがいろいろ出ていて、こうやってもうカードがついていたり可愛く仕上がっています。なので私はいつも出すときここにカードを添えます。この時にイラストペーパーを使うと簡単にできます。このようにシールを組み合わせたり、メッセージを書いたり、簡単に一言書いて、このように間に入れておいたり、こうやって麻の紐でちょっと結んで、つけてみたり、毛糸でここに穴を開けて通してリボンをつけてみたり、シールにメッセージを書くだけでもちょっとおしゃれになります。友達にあげたりするにはこういう紙袋にちょっと簡単につけるのも可愛くておすすめです。今回使った紙の紹介です。以前の動画にも紹介しましたが、最近ダイソーやセリアで売ってるこういうメッセージカードや、ちょっとしっかりめのしたカード、黒もホワイトペンや金や銀で書くと綺麗で便利です。こちらは無印です。こっちもしっかりしてる紙なので書きやすくておすすめです。よく使うのが100均のクラフト紙とホワイトカードです。こっちも1枚で使ってもいいですし、半分に切って使ってもいいと思います。今回茶色っぽい絵が多かったので、このクラフト紙が割と便利でした。あと、このくすみカラーの色画用紙もいろんな色が入っているので便利です。こんな風に色のついた紙にすると可愛いです。と、今回前の動画でも紹介しましたが、これがバレンタインのカードで、こういう丸シールを使ったカードで、あっという間に作れるカードです。ちょっとだけ紹介します。さくらんぼだったりくまさん、前の動画であるのでよかったら見てみてください。ちょっと大人っぽく落ち着いた色で作ったり、丸シールをこう切ってペタペタ貼っただけです。金色のペンでいろいろ縁取ってみるのも可愛いです。
丸シールに絵を描いてみたり、これはチャーリーですね。花束にしたり、ハートですね。ちょっと丸シールを切ってハートにしたり、ポチャコ、いちご、スヌーピーです。あとはこんな感じです。興味のある方は見てみてください。これだともうたくさん作ってこういう風に置いといたら、プレゼントに添えるだけですぐに渡せます。以上で今回の動画を終わります。ご視聴どうもありがとうございました。皆さん、素敵なバレンタインをお過ごしくださいませ。バイバイ。